まあ慣れてきたし、とりあえず昼飯にでもするか。土方さんからまたたくあんが樽で送られてきたのですが、正直私は食べ飽きてるので皆さんでどうぞ。グダグダしてきましたね。いや、最初からグダグダでしたが。俺ロンドン製唐揚げくん持ってきたぜ。父上も食うか。私は日本製唐揚げの方が。うん、これはなかなかの味だな。ああ、に出てくるでないわ。父上に褒められた。そっちというか、厳密には褒められたのは油切った唐揚げですよ。というか、オルタさんはなぜ急にこちらにいらしたのでしょうか。そのチーズ味もよこせ。あ、うん。私が来た理由はこれだ。アルトリア・ペンドラゴンは黒だけでいい説。なんだと？私という完璧な秩序を敷く王がいる以上、その他のアルトリアは不要。そんなこともわからないのか貴様らは。チーズ味は私によこせと言っている。急に現れて何を言い出すのですか、私。アルトリアといえば元祖セーバーこと青い私です。黒い私は所詮なんかいろんな都合で派生した私に過ぎません。愚かな私め。 FGO をやっている者たちならば、アルトリアは黒に染まれというのが定説だ。やばい、黒い父上かっこいいさ。それでいいんですか、あなた。バカな、そんな。アルトリアといえば国民的スマホ RPG Fate/Grand Order の顔であり、大人気セーバーでもある青いセーバーさんが至高にして最高のセーバーだよねというのが片付きファンの共通認識のはず。うむ、確かにオルタは星4でそれなりに出やすいし、使い勝手も最高という噂じゃな。え、黒い父上出やすいのか。俺1枚も持ってないんだけど。全体防具も高威力で確かに安定感はありますね。スキルも魔力放出にカリスマ、直感と隙がない感じですよ。それは私も持ってるじゃないですか。ステータスとかは最終的には私の方が上なんですし。聞いていなかったのか、愚かな私め。貴様は星5のステを手に入れた代わりに気軽さを失った。星5はそもそも宝具レベルが上げにくい。とても上げにくい。とにかく上げにくい。つまり絶望に打ちひしがれた民衆が最終的に求めるのは星5の私ではなく、星4のそれなりに出やすい私なのだ。なんですって。ランスロットなどは私が余って仕方ないなどとのたまっていたのですが、あれは一体。あやつバーサーカーじゃろう。いわゆる課金兵的な意味で。何それ、怖い。いや、ですから俺、父上は青も黒も一人も出てないんですが、それはおかしい。こんなことは許されない。今回のゲームもアルトリアさんがガーッといってドバーッとして「やったね青さん大勝利!」のはずではなかったのですか。しかも着込む系サイリンの私である貴様と違い、私は脱ぐ系サイリンだ。これで分かったか、愚かな私め。私こそが真の私なのだ。私でもう何が何だか。というか、これどこかで見たことあるんじゃが。グダグダ本能寺のラストもこんな感じでしたね。敵は己の中にいるとはこういうことなんでしょうか。父上の中の悪の父上が善なる父上と葛藤するとか。ドラマチックだぜ。うむ、ここに病院を建てよう。とにかくこのままでは拉致が開かないのですが、どうしましょう。ここは誰かに決めてもらうしかないですかね。あ、せっかくなのでモードレットさん、あなたはどう思います？え、俺？そりゃ青い父上の方が、いや、黒い父上も超かっこいいし、正直配布のサンタオルダ父上は俺的に不動のスタメンだし、俺はどうすればいいんだぜ。話の流れとは関係ありませんが、サンタオルタは全星4以下のライダーに謝るべき。普通オルタ、サンタオルタ、さらに馬なのにランサーオルタ。 FGO のラインナップを見ても黒が至高であることは明白ではないか。いやいや、解禁20年ぐらいでしたっけ。よく覚えてないぐらいの年月を売り上げ的な意味で片付きをずっと支えてきた最強ヒロインの私でしょう。俺はこんにちは。唐揚げくんチーズ味の追加を買ってきましたよ。あ、皆さんお昼ご飯ですか。よろしかったら私もご一緒してよろしいですか。やっぱりしろ、敗着。グダグダお得テクニック。